こんにちは、超タケロスです。体験版から、本作買って、本格的に今やってるんですけど、だいたい10時間くらいやって、まだそんなに詳しくないんですけど、なんかね、体験版の時はあまりわからなかったんだけど、本商品買って、プレイしたら、まんま、ペルソナなんだよね。ほんと、ペルソナ、そっくりっていうか、そっくりのゲームでさ、ペルソナと違って、だるいなっていうのはさ、なんかね、ペルソナは総攻撃チャンスがあるじゃん。あれが気持ちいいんだけど、これにはないのよ。あとね、ペルソナだとさ、弱点ついて、バトンタッチっていうのあるじゃん。それで、連チャンして戦えるんだけど、これバトンタッチないから、連チャン性ないんだよね。だから敵が強えのよ、まず。バトンタッチと総攻撃チャンスがない代わりに、フィールドでいちいちエンカウントしなくても、倒せるだけど、俺でもそっちだったらね、まだ総攻撃チャンスとかで、ストレス解消したいな。フィールドで敵倒して、その代わりさ、総攻撃チャンス、バトンタッチがないっていうのはさ、ちょっとなんか、やっぱ物足りないね。ペルソナ、やったことはあるから、そういうふうに物足りないのを感じる、だと思うんだけど、全くペルソナやったことない人だと、そういう違和感はないと思う。でも、もし、メタファーにバトンタッチや、総攻撃チャンスがあったら完全にペルソナになっちゃうから、そのため区分してるんだと思うけど、やっぱね、ペルソナと比較してしまうんだっけ？どうしても似てるから、悪魔合体もないし、なんかな、あとね、なんかペルソナ3リロードはさ、武器買うの見やすいんだけど、これ武器、買うときなんか画面ちっちゃくて、なんか見づらいんだっけ？この武器はどれくらいの強さとか、なんか文字が小さいから見えづらいのよ。だね、一番嫌なのはその、武器買うときがなんか画面がさ、細かくてさ、わけわかんないっていうか、あのペルソナ3リロードはさ、ほんとさ、武器買うと、ところはさ、すごい親切なんだけどさ、それより劣るね。いや、面白いっちゃ面白いけど、まんまペルソナだよ。ご視聴ありがとうございました。